こんにちは、こんばんは、おはようございます。バーン、はい、楽天男子の萌えです。本日もよろしくお願いします。ということでね、ドラフト4位ルーキーの湯気投手、プロ初勝利を収めてくれました。しかも初完封ということでね、前回も日本ハム戦でね、その時プロ初登板だったんですけど、その時は5回投げ切れずということで、今日はね、5回をしっかりと投げる、そして試合をしっかりと作るということを目標にマウンドに上がったようなんですけれども、もうそれをはるかに上回っていくね、9回しっかりと、しかも101球ということで、かなり省エネ投法でね、日本ハム打線を抑えてリベンジ果たしてくれました。しかも、中継ぎピッチャー陣を使わず、そして今日からあのイーグルスはね10連戦続きますから、そこでね一人のピッチャーが、しかもルーキーのピッチャーがね、ここまで投げ抜いてくれて、本当に価値のある今日の試合だったと思います。本当に今日の勝利だったと思います。はい、今日の試合振り返っていきましょう。オーダーはこちらでございます。はい、今日はですね、2番に、まあ、私がねちょっと押してます、2年目の選手、山崎選手がね、サードで入りました。そして4番にはね、ブラッシュ選手今日外れて、4番ウィーラー DH ね、ウィーラー選手入りました。そして6番が和田蓮外野手、7番が、渡辺義明選手ですね、そして8番にこれまた6番のね、和田選手同様トレードでやってきました、下鶴選手がね、センターで、8番センターで入りました。もう今日はね、この、まあ、トレードで来た選手たちと、そして、まあまあ、ピッチャーもね、キャッチャーもそうです、新人と本当に新加入の選手でもぎ取った勝利だったかなというふうに思うんですけども、まあ、結果的にね、打線の方を振り返っていきますと、結果的に2点取ることしかできなかったんですけど、まあ、その2点で逃げ切るということになったんですけどね、2回にね、和田蓮外野手がツーベースを放ちまして、そして下鶴選手がね、ライトスタンドへ、ギリギリライトスタンドの本当にギリギリのところギリギリ入って、ツーランホームラン決めたっていうところでね、相手バッテリーともね、吉川投手とそして宇佐美ね、星野、これまたねトレード組なんですよね。ジャイアンツから来たトレード組、そしてチャンスを作ったのがトレードで来た和田蓮外野手、そして決めたのがトレードで来た下鶴選手ということでね、下鶴選手ちなみに移籍第1号のホームランでね、本当にそちらもおめでたいなというふうに思うんですけど、結果的にね、2点決めたのは、トレードで来た下鶴選手だったんですけど、本当に下鶴選手は相変わらずはつらつとしたプレーをしてて、ね、和田蓮外野手と、一緒にねホームラン打った時にベンチの前でハイタッチするじゃないですか、みんなと。もう本当に笑顔でね、爽やかでね、本当に今後もね、左ピッチャーの時にやっぱり起用されるっていうことが多いと思うんですけど、和田蓮外野手もね今日2安打しましたし、本当にね外野陣の中でやっぱりトレードで来た選手、本当にポジション一つくらい取ってほしいなというふうに思いますね。うん、トレード組で1個ポジション取れるような感じになるとね、チームも今島内選手だとかもね抜けてる状況なので、チャンスといえばチャンスなんでね、そこでちょっと頑張ってほしいかなというふうに思います。ただね、その後はやっぱり打線の方は1点も取ることできなかったんでね、なんていうんですかね、相手もねピッチャーが吉川投手もね4回までショートスターターってことでね、一応、ショートスターターできるだけ長くっていうことだったのかなとも思うんですけど、球数がいってたんでね、継投継投でやっぱり相手もね、やっぱり栗山監督の采配っていうのはやっぱりなんかすごいですよね。だから最後まで湯気投手が結果的にしっかりと抑えましたけど、僕としてもね、やっぱ相手が日本ハムで、栗山監督もね面白い采配してきますし、日本ハムって面白い選手いっぱいいるんで、最後までちょっと分かんないなっていうところあったんですけど、しっかりとね湯気投手テンポよく抑えてくれましたってことで、本日の投手陣見ていきましょう。こちらでございます。はい、もうなんといっても湯気投手が一人で投げ切ってくれたっていうのは本当に大きいですよね。193センチの長身からね投げ下ろすまっすぐ、最速はね149キロってことで、そのね体格からしたら遅いのかなと思ったりもするんですけど、結構ねそれぐらいの体格持ってたら、大谷翔平投手なんかとね体格で言ったら同じぐらいだと思うので、150キロは全然超えてくるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、意外とその
なんていうんですか、コントロールもすごい良かったですし、なんかまあ、クレバーな投球をするというか、まあ、今日はなんといってもね、キャッチャーもね、太田光選手がね、まあ、久々にマスクをかぶるということで、今日、弓削投手と太田選手が一緒に揃ってね、1軍登録またされたっていうことで、まあ、2軍でね、結構、まあ、2人で組んでやってたんだろうなというふうに思うんですけれども、本当にまあ、101球なんで、かなりの省エネ投法ですよ。うん、それでしっかりと9回をね、抑えてくれたっていうのは、これもうキャッチャーの力なくしては、ピッチャーもね、僕一人で投げましたって、まあ、なんていうんですかね、言いたくても言えないよなっていうふうに思います。もちろん、弓削投手の力っていうのはもちろんあるんですけどもね。いや、とにかくでもね、いや、本当に良かったです。本当に良かったですね。いやー。もう本当に何回も言っちゃいますけど、本当に良かったです。本当にプロ初勝利おめでとうございますということで、やっぱり完封のピッチャーが出るとやっぱ嬉しいですよね。ファンとしてもね、おーやってくれたなって思いますし、この間ね、三馬投手がまあ、完投ですか、まあ、完投でも全然ありがたいんですけどね、完全試合をね、目前に逃したやつあったじゃないですか。ああいうのもあったりだとかで、まあ、今シーズンはね、則本投手、岸投手がなかなかいない中で、まあ、岸投手またちょっと離脱してしまいましたけれども、やっぱりシーズン通してもやっぱり本来はね、則本騎士っていうのが1年間やってくれて、で則本投手がやっぱりまあ、9回完投っていう感じでやるじゃないですか。騎士投手もやっぱり、まあ、そういった能力はありますから、やっぱそういった投手がいない中でね、今シーズンやっぱりそういうのなかなか見れてなかったので、でやっぱり新人のねピッチャー、やっぱ社会人から来た、まあ、即戦力のサウスポーってことで、やっぱり期待するところはありますよね。でそういったピッチャーが、まあ、完投してくれるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、まあ、今後のねピッチング、まあ、まあ塩見投手なんかも今いないですからね、本当に左ピッチャー、すごく先発の左ピッチャー貴重だと思うので、このままねシーズン終わるまでローテンション守れるような、っていうかもう本当に守れるはおかしいか、これから取りに行くっていうところでね、まあ、しっかりと取りに行って、そこからあと、まあ、まあ、守りに入るというか、なんていうんですかね、まあ、攻めつつ、守るというか、まあ、しっかりとね、まあ、完封とまでは言いません。クオリティスタートをね、維持できる、まあ、今日みたいな安定したピッチングね、できれば一番いいんですけども、まあ、とにかくね、今日試合入る前、5回をしっかり投げ切ることっていうことをね、本人言ってたので、まあ、それぐらいのね、6回、7回ぐらいまで投げてくれるようなピッチャーにこれからね、成長していってくれたらいいかなというふうに思います。はい、以上ってことで、明日はね、則本投手が先発ピッチャーとしてね、発表されてますので、まあ明日もね、もしこれ完投完封ということになったらね、本当にまたファンはね、ファンとしてはすごく嬉しいので、まあぜひぜひね、次は復帰4戦目ぐらいのマウンドになるのでね、まあそろそろあるかもしれないですね。はい、ということで今日のチャンネル、よかったらチャンネル登録と高評価ボタン押していただけたら嬉しく思います。以上萌えでした。ありがとうございました。